今回で江戸っ子さん5回目のご報告となりますが、私普段味付けはタレ派なんですが、この日はまあたまにはと思って塩で頼んだらですね、これ油白そして鉄砲いったんですが、塩味うまいっすね。これちょっととても美味しかったです。やはりですね、肉が美味しいですね。物理的にお肉が美味しい、味付けなしでもこれ美味しいんじゃないかなって。では改めて本日は油刺しと江戸っ子ハイボールから。江戸っ子ハイボールは今日も美しく固いですね、この輝き。あと今日初めて注文時ボールって言いました。ボールデビューです。ちょっとドキドキしました。刺し物はやっぱり油ですかね。私油党なので油が美味しいですね。刺し物はもつ焼きで自分が好きな部位を頼むのをおすすめしますね。ただでさえ全部美味しいんだから、ならば自分の好きな部位ならなお美味しいという理屈です。油ボイルしたものなんですけど、冷やしてあってさっぱりしてて油っこくないですね。臭みもなくて、で口に入れるとですね、この口の中の熱でだんだん油が溶けてくるんですよ。でその瞬間がすごく美味しいんですね。油好きならぜひって思いますね。焼き物は本日油と白の塩ですね。これはね、より一層肉の味、本来の肉の味をこう直に味わえるんですよね。美味しいですね。食材の本来のうまさっていうのはやっぱり塩が直で楽しめるんでしょうね。油の塩はねいいですよ。旨味の塊で一切雑味もないし、鉄砲もしっかりですね。カリッと周りが噛むと旨味がじわっと、これも直の肉のうまさそのままっていう、やっぱりそういう時は塩なんですね。あと同じことを言っちゃうんですけど、物理的にやっぱり美味しいな。そもそもお肉が違う気がしますね。物理的に肉のうまさが違う。タレと塩っていうのはこれは交通つけがたいですね。ただ混ぜない方がいいと思いましたね。塩の日は塩で通して、タレの日はタレでいくのがいいかなと思います。塩食べたらその味覚がやっぱり塩に備わっちゃうんですよね。タレもやっぱりタレに備わっちゃうし、あとなんといってもその日のファーストバイト、一口目の衝撃をね大切にしたいんですよね。それをタレの日と塩の日分けた方がいいですね。やっぱり一口目が美味しいですからね。だからまずはですね、2回来ることをおすすめしますね。塩とタレの日ですね、両方味わうことをおすすめします。